2016年12月の運気をお知らせいたします。開運セラピストのミショーですと言っていましたが、今月からあやかとなりました。今後ともよろしくお願いいたします。はい、あやかって素敵な名前ですね。はい、私は相変わらず同じ名前ですが、発掘セラピストの師匠です。よろしくお願いします。はい、2016年12月の四緑木星は、八白土星の素敵なところと、九紫火星の気をつけなくちゃならないところを受け取る1ヶ月となります。はい、ではどのような1ヶ月になりますか？はい、八白土星の影響を受けますので、変化の1ヶ月にもなります。あなたの周りも、あなたの心も変化すると思っていてくださいね。変化がキーワードになる1ヶ月なんですね。そうです。12月はあなたの周りの環境が変わったり、人付き合いでも変化が訪れる時です。あるがままに、まずは受け入れてみてくださいね。受け入れるが大事なんですね。そうです。あなたの感情や状況とは関係なく変化が訪れるので、慌てずにそのまま受け入れてほしいです。はい、身を任せる感じですね。そうです。身を任せちゃってください。慌てずに、動揺せずに、落ち着いて対応することを意識してくださいね。では他には何かありますか？はい、体調も崩しがちな時なので、無理をしないことをお勧めします。はい、ありがとうございます。ではまとめてみますね。12月は変化の1ヶ月。あるがままに受け入れてね。流れに身を任せよう。体調管理を意識してね。って感じでしょうか。はい、そうです。1年の締めくくりの12月です。無理をせずにあるがままを受け入れて、ゆったりした気持ちで過ごしましょうね。はい、2016年12月の四緑木星の吉方位をお知らせします。12月は、2つの方位が吉方位です。東南の方位、西方位になります。東南は、情報、愛情、社交などを意味していて、西の方位は金運、恋愛、楽しむなどを意味しています。はい、では四緑木星さんの12月の運気カレンダーです。この炎のマーク、中級は最強パワーの日、そして暗検察、予期せぬ災いが起こりやすい日ですね。日波、トラブルにあったり、商談、約束事が破れやすい日です。そしてラブーン、金運もありますね。そして先月からついているこのベルのマークは発展の日と言います。この日にやり始めたことは進展する、発展するという日です。ただ注意してほしいのは、いいことも悪いことも発展してしまいます。悪いことはこの日にはしないように、そしていいことをこの日から始めてみてくださいね。